宝網は中国神話に登場する人物。芸の旧者の弟子喧嘩僕。高職な野心家である。別名は、よもぎう青紋、宝網、京網、網、紋、青紋誌、八紋。う氏は、道シェビス、ゲーデンによると、炎御の末裔であるとされるが、道主国名記では皇帝の末裔として説明される。弓の技を芸に学び、その弓の技を習得する。 自らが天下一の弓の名手になろうと考え、ゲイを射殺しようとするが失敗。しかし後に桃の木の棒で撲殺することに成功し、ゲイを殺害してしまう。大鳥町という弟子がいたという。ゲイ窓師に惹かれている伝承では、ゲイがとても大きなウサギを捕まえるが、そのウサギは山の神の化身であり、夢の中でその神はゲイに対して、なぜ我を恥かしめた。 方網の手を借りると告げたという。ゲイが方網によって殺害されたのは次の日であったという。また、ゲイに打ち落とされてしまった旧の太陽が転生し、ゲイに対する報復として、方網の前に9人の仙女となって現れ、方網を利用してゲイを殺させたとも言われている。弟子盗門には、方モははめ関陽に習うとの記述がある。関陽はゲイと同様に弓の名手として知られる。 存在の古代中国の人物である。古代の神々や人物を上上から下々までの9つに分類した感情の古今人表では、こう、芸や玄妻、こうなどと同じページに青門氏という名で下の中に分類されている。少なくともハンコは訪問を夏の時代に実在した人物として認識していたことがわかる。ありがとうございます。